女子メジャー第3戦、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権最終日、23日、サハリー・ CC、ワシントン州、6731YD、パー72。画像、西村優奈は今季初の予選落ちに涙。エイミー・ヤン、韓国、がメジャー初優勝を飾った。後続に2打差の単独首位からスタートし、5バーディ、3ボギー1、1ダブルボギーの、 72にまとめて通算7アンダーで逃げ切った。高校在学時にプロ転向して19年目の34歳が、米ツアー6勝目と念願のタイトルを手に入れた。山下美夢は2打差2位から出て、2番でバーディを先行させたが、難易度の高い8番でダブルボギー。その後も流れをつかめず、3バーディ2ボギー1ダブルボギーの73で通算4アンダーの2位に終わった。 今大会後の世界ランキングに基づく五輪ランキングで確定する8月、パリ五輪、代表へ、70、出回って2オーバー19位で終えたライバルの古江彩佳より上位でフィニッシュした。山下は、最終日最終組ですごいギャラリーですごい緊張したけど楽しくプレーできました、と笑顔を見せた。我慢の1日となったこの日を終えて、ショットは自信を持てたけど、アプローチやパットの技術がまだまだ足りない。 と今後の課題を語ったが、ヤンのプレーを目の当たりにして、優勝を見られて、もっともっと上位で戦いたい、もっと頑張りたい、と思った、と前向きな気持ちがあふれ出ていた。首位と4打差5位から逆転を狙った渋野ひな子は7番でダブルボギーをたたくなど、73で2アンダー。31位から出てボギーなしの、67で回った西郷真央と並ぶ7位に終わった。 その他の日本勢は竹田れを、岩井明愛が6オーバー32、かつ南が8オーバー41。3週前の全米女子オープン、優勝の笹生優花は13オーバー68位だった。より小さい上位の最終成績より大きい。優勝、7、エイミー・ヤン。2マイナス4、山下美夢優。個人4、リリアーブ。5T3、アリー・ユーイング、ローレン・ハート・ラージ。 7t2 渋野日向子西郷真央 Qt1 レキシー・トンプソンほか